天野江隊長、相手はかなり手強いです。スピードは瞬間的にですが、私より速く、力も私より強い、剣術も私と互角。ザビウス、あなたそれを本気で言っているならちょっと情報不足が過ぎるわね。え、どういうことですか？そもそもあなたとの試合では彼は目隠ししていたわけだし、少なくとも1回戦の彼はあなたの力など及ばないほど凄まじいものだったわ。それに、彼が率いる集団には特別な力がある。神格解放、ですか？そう、彼はまだそれを出していない。そもそも全力の戦いをしていない時点でラビウス以上、隊長クラスなのは間違いないわよ。青く光るパワーアップ、神格解放、能力情報の曖昧さ、油断すれば私でも危ういかもしれない。調子はどう？こうか。相手はうちのパトね。油断すればお前でも足元救われるかもしれないぞ、こうか。大丈夫よ、油断なんて一切していないし、うちのラビウスがお世話になっているんですもの。上司として、おばさんとしてしっかり相手してあげないと。そうね、私たちは当夜の試合も近いし、ここで二人で見ているわ。どうせ次こっち側に来るのはうちの娘だし。後半3試合全部しきけがいるってすごいわよね。4試合だ、ロカも危険は下が勝っていたからな、自慢の子たちさ。親バカね。まあ、姉さんたちはここでゆっくり見ているといいわ。私は私の戦いをしてくるから。はい、時間が来ました。それでは4選手の入場をお願いします。行ってくるわ。本日も出てきました。世界最強の一角、世界ランキング3位、天野江光選手。1回戦では中盤までは苦しい戦いをしたものの、最後には怒涛の力の差を見せつける結果となりました。速度と破壊力、攻撃特化スタイルの光選手はこの試合ではどのような試合を見せてくれるのだろうか。そして2回戦で、光選手の相手となるのは、今大会初出場のパト選手。予選では前年とベスト8のラビウス選手を下し、1回戦では余裕の勝利を飾り、2回戦に駒を進めました。私から見ても、まだまだ大きい選手、この試合でどこまで光選手に食らいつけるのか。今回はよろしくお願いね、パト君。はい、いつも母さんや父さんがお世話になっています。今回は本気であなたを超えるつもりです。いいわね、うちのラビウスがお世話になったわけだし、私もあなたのおばさんとして恥じない試合をしてあげないとね。それでは2回戦第5試合天野江光選手対パト選手。さあ、ここからは刹那の判断もミスれば命取りだ。覚悟してかかれよ、俺。試合開始。攻勢。外から全力で攻める。早いわね、ラビウスでは話にならないわ、これじゃあね。難なくかわした、しかもすでにあの距離まで移動したのか。すごく速い、予測してなかったら射精一撃はきつかったかも。まさか攻撃すらも当たらないのかよ、速さとか攻撃力以前に技術や経験が圧倒的に足りない。でも逆に言えば、矛盾には引っかからない、かわしている間は戦況は変わらないんだ、まだ今なら間に合う。数手受け身を取られていたらその段階で、立つ、で守備力を上げられていたからな、この序盤が大事なんだ。奥の手では遅い、勝負を決める。神格解放。わあ、見て、主様天使だよ、天使寄りの天竜だよ、すごく綺麗な羽だね。急ぎすぎだ、主様、天野江の狙いが見えてないのか。絶対に沈める。強い一撃、東亜兄さんと遜色のない素晴らしい一撃だったわ。でもごめんなさいね、そんな単純な力で押されるくらいなら世界三強とは呼ばれないのよ。バカな。矛盾、による強化を恐れて初手で倒したかったのよね。でも残念、私は、矛盾、の強化がなくても強いの。わあ。待って、主様の最高の一撃。簡単に防がれちゃったよ。やられたな。盲点だった。なんで私はそこの可能性を忘れていたんだ。盲点。矛盾、だ、ここ、と、盾、の効果だけ対策の視野に入れていたがもう一つあったんだ。矛盾には3つの効果がある。一つは、ここ、相手に攻撃をすればするほどオーラを発動している限り攻撃力が上昇する。二つ目は、盾、相手の攻撃を受け止めれば受け止めるほど、オーラを発動している限り守備力が上昇する。そして三つ目は、矛盾。自分より対象者の攻撃力が高い場合、攻撃を通さない。逆に自分より対象者の攻撃が低い場合、対象者の攻撃が私の守備やオーラを無視して攻撃が通る。つまりさっきのはあからさまに私の今の攻撃力より高い一撃をぶつけてくるのが分かっていたから、矛盾、劣勢だ、それだけのこと。最強の矛と最強の盾はどちらか一つなの、みんな一番でみんな引き分けみたいな余ったれた結果を私の矛盾は許さない。でも、もしそうだとしたら結構賭けだよね、だって相手が意図的に力を落として攻撃すれば。
それはわかればそうだ。だが主様みたいに後半のパワーアップを恐れて初手で仕掛けてくるとわかりやすいやつにはうってつけの効果だと思わないか。もし、主様がこの仕組みに気づかなかったら、終わりだ。やけになって連続で攻撃しようものなら最悪。だが相手に恐れて受け身を受け続けても相手の攻撃力が増すばかり。うまくバランスが取られている。攻撃が効かない。考えはあったけど、今はそれどころじゃない。このところの動揺、絶対に見逃さない。どうする？下手な攻撃もできない。後手に回っても戦況が悪くなる一方だ。まずは振り出しだ。戦況をもう一度組み立て直す。よかった。やけになって攻めなかったね。そうだな。矛盾は互いにリスクの高い技だとすれば、ほぼ力量が互角の状況を作れば一回戦のように戦うしかなくなる。でもそれだと相手の土俵に、すでに主様の土俵が壊されている上に、ほとんどの作戦が没になったと言ってもいい。ここからは主様本人次第だ。一度受け止めてみるか。とりあえず俺なりに相手の情報を得ていこう。あら、今度は逃げないのね。逃げてばかりいても得れるものが少なそうだからね。マジか、パワーアップする前からこんだけ強いのかよ。オーラでまとってるのに俺の腕しびれてるんだけど。ダメだな、近距離戦は話にならない。どうしてそんなこと言っちゃうの。頑張ってるのに。主様の状態がどんどん上がっている。あれだと重心が浮いて力が入りにくくなる。その点天の絵は一切変わらない。ずっといいポジションといい重心だ。これでは近距離戦で負けて、しかも攻撃力守備力ともに天の絵を強化したに過ぎない。こんな結果が見えたもの、均衡しているとは言えない。ああ、一撃一撃が重すぎるからどんどん重心が浮かされて体勢が悪くなる。近距離戦で挑むのは無謀だ。なら次は能力、高速支配と組み合わせて戦う。重砲。いきなり体が重くなった。もしかして重力操作。重心が下がりすぎた、というより砂に足が埋もれて。予選と一回戦では見なかった能力。油断したわ。攻撃が効いた。最初の技よりはるかに威力は下がっているはずなのに。もしかして、最初の防御は矛盾による効果。重力が使えるなら私のスピードは沈む。なら私も聖剣操作を使って忍ぶしかない。体術は勝ってる。そして攻撃と防御は低下していくことに強くなる。まずは私の土俵に入れる。なら、あからさまな強化力攻撃は NG だとすれば、まだ俺に勝機はある。だけど上限はある。俺は少ない手数と防御で倒さないとダメだ。聖剣操作で数を稼ぐ。今でこれだけのダメージなら私も危うい。絶対に私の土俵に行かせない。そういえばさ、羽はどうしたの。わかんない、気づいたら消えてて。でもそのままだと外で歩けない。そうなんだよね、鏡見たけど、どこからどう見ても竜だし。仕方ない、昨日の敵は今日の友。私が角と尻尾をしまう術を教えて信じよう。さすがかなちゃん、数時間前の出来事をもう切り替えるんだね。いやだって、覚醒までしちゃったらメリアが黙ってないでしょ。間違いなくパトの勢力に入るよ。それって本当、私パト君と一緒にいられる。さあ、私が決めることじゃないからわかんないや。それより角、とりあえずって感じでしまう感じ。出た、天才型説明。尻尾は送り当たりをって感じ。かなちゃん、それじゃさすがにわかる。あ、できた。天才型？ねえねえ、この天使の輪っかみたいなのはどうしたらいい？あとメモ、ちょっとこれだと異質すぎるから。さあ、私はただの竜だから輪っかはちょっと。多分、竜の目なら、わかるかも。本当、確か白さんも竜でしたよね。しかも三人とも同じ年、仲良くなれそうだね。うん。そうだね、私専属神以外の友達、いないから欲しいかも。じゃあ友達になろ、連絡先とか交換してさ。あ、なら私も、竜仲間だね。うんうん、同じ強さで同じ年の子なんて全然いないから私もすごく嬉しいわ。一度拳を交えればそれはもう心と心を通わした心の友。だね。十分身になるとお風呂とかどうしよう。汚れたらどうやって洗うんだろ。洗濯機の中に入れられてブルブルされるのかな。Thank you.
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。